ゼルダの伝説の、えー、っと、神々のトライフォース2っていう 3DS のやつを終わったんですけど、やってて終わったんですけど、いや、つくづく思ったのは、短いんだ、やっぱり。割と、その、謎解きの温度が相当いいんですよ。相変わらず相当良くて、ちょっとこう詰まるわけですよ。ちょっと詰まって、うわ、これど、もう、どうしたらいいんだよ、みたいな。 でいて自分のまずさを棚にあげて、どうせやるでしょうってこれ、そのネットとか攻略本とかで調べてみた結果、そんなの分かるわけねえじゃんみたいなことになるんだよね、こういうやつねっ、つって。あ、でもこういう風にやったらどうかな、なんつって。ダメでしょ、なんつって。<laughs> で、なんなん、大体理不尽なんだよね、こういうやつって。で、なん、そんなの分かるわけないじゃん的なやつか。あとは、 すげえ一生懸命こうやってる相当な手だれのそのゲーマーにしかできないようになってると見せかけてこうなんじゃねえのダメでしょみたいな感じのやつが何回かあって。ほいでなんか不意なところで急にこうできる。で、で、その時に、あの、普通はさっきぐちぐち言ってたみたいな。 こんなの分かるわけねえ。結局できたとしてもね。まあ、た、じゃあ例えば攻略本見たり、ネット見たり、人に聞いてできたとしても、それどうやって分かればいいわけみたいなのが多いわけですよ。で、やっぱゼルダのいいところは、なるほどねっていう、こっち側はそさっきまでの怒りはどこへやらの、なるほどね。<laughs> <laughs> <laughs> あ、そっか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 、そういう道具を俺は確かにもらっていたみたいな、その感じがすげえバランス良くて。 ね、でやっぱなんかそのバランスのものをずっと散りばめてっても、限界はあるわけ。限界は、かなり自由度も高いんだけど、限界はあって。で、終わっちゃってみると、あのー、うわあ割と早く終わっちゃったらもっとやりたかったら、とは思う。ね。だから、多分ゼルダのその神々の伝説トライフォースをやった人は、 えらい早く終わっちゃったなっていう思う人はいるかもしれない。で、まあ、そのために2周目みたいなやつの、さらにハードモードが添えますよみたいなのあるんだけど、まあ、俺はそういうのあんまやる気がないタイプなんで、まあ、終わっちゃったから、その、高生の渡辺くんに、ゼルダ面白かったからやれば、みたいな。<laughs> <laughs> 賞賛かよ俺、俺たち。じゃあやってみます、つって。それで、たまにむ、さあ、一緒にこう、その、やってる、 大ムの連載の、大ム津田市の連載の原稿とか書いてるときに、あの、家で寝てられるのもムカつくけど、かといって今二人でやれない作業とかやってるときに、じっと見てられるのもムカつくんで、お前ゼルダやればいいじゃんみたいな。<laughs> で、そうすると前ゼルダやってるわけ。で、そうするとさ、あの、死んだ音とか聞こえるじゃん。で、死んだ音聞こえて、こいつがなんか、わかんねえよみたいな。<laughs> なんなのこれみたいなの言ってるのがすげえ面白かったりとかする。で、その後に、ああ、そうかとかなってると、な <laughs> こいつも、こいつもその感じなんだな、つって。で、そのこ、こ俺も解き終わって、構成の渡辺くんもその解いた後初めて解き終わってみたいな状況なんだけど、でも、それでつくづく思うのは、それはその、俺が今の時代のおじさんだからかもしれないけど、その、ゲームの面白いのは、 今やり込み要素とかいっぱい用意してくれたりとかさ、ネットとかでどんどん新しいその追加コンテンツができたりとかしてさ、終わらないゲームってあるじゃん。延々と終わらないゲームってあるじゃん。あれを俺は求めてないなっていう。やっぱりそれ終わったっていう、あの終わった時の寂しさと、ああもうゼルダの謎がもうこれ以上は用意されてないっていう寂しさと、 それと終わったっていう充実感のあの混ぜこぜになったやつが俺は好きなんだなっていう。だからもちろん、その無理難題として早く3が出てほしいとか思うし、もっとやりたいと思うんだけど、なんかだからといって長くやるためのやり込み要素みたいな、こういうやり込み要素を用意してますよみたいなゲームを、俺が欲しいかっていうと全然別に欲しくはないし、やり込めって言われてやり込むかみたいなところがずっとあるから、 なんかその、ゼルダのその、短さみたいのが久々に、ちゃんと溶けたっていう、ちゃんと終わりまでいけたっていう、またこれがさ、それがうまくできてるシステムなんだけど、えっと、ゼルダの今回、どうしても詰まっちゃった時用のメガネみたいなアイテムがあって、で、そのアイテムをかけると、ヒントをくれるお化けみたいなのが画面に現れるわけ。で、要するに、 ここはもしかしたら詰まるんじゃねえのっていうところには、詰まるやつもいるよなっていうところには、そのお化けがいるんだ。 で、メガネ、大体詰まっちゃって、もう、どうしようもねえよっていう、作ってんの誰、誰あみな、宮本杉浦さん作ってんのかな宮本も、さすがの宮本もこういう理不尽な謎を入れてくるようになったのかみたいな、しげらなーと思いながら、<laughs> その、メガネかけるじゃん。そうすると、いるわけ。そこにお化けが、うわ、宮本お見通しじゃんっていう、ここで俺が詰まることみたいな、これ聞いたら負けなんだよなーみたいな。聞いたら負けなんだよなと思うから、このお化けに聞かねえっていう、お化けには しかねえっていう努力も大変なわけいるからね、お化けは。どうせお前わかんねえんだろみたいな。で、いるから。それで、で、お化けがいないとすると、でも、待てよ。ここ入る入り口のところの柱にこのマークが書いてあったってことは、このマークに関係してる武器は使わなきゃなんないはずなのに、一回もそのアイテムを使わないでここまで来てるぞ。っていう、ほら <laughs> 宮本はそういうの分かってっからね <laughs> 宮本がそんな理不尽な形の謎に俺を突き落とすわけ。ゼルダが、俺をそういう理不尽なところに迷わせるはずはねえんだよ。メガネ捨てちまえ捨てちまえ <laughs> ってなるわけ。いらねえんだよそんなのってなるわけ。で、俺はそれで全部解くじゃん。なのに、この前座ってる渡辺は、メガネをかけてお化けに聞くっていうのもプライドは許さないわけ。 なのに、ちょっと大きめの声で俺を誘うっていう。あれこう、このところどうしてこの、このひび割れにはどうしてなんだみたいな変な位置にあるけど。これ、伊集院さんどうしてですかね俺がポロっと言うのを待ってるだろ。俺はお前の眼鏡をかけた時に見えるお化けではないから。その感じも含めて、まあ、でもちょっとね、やりましたよ。久々に。久々になんか、ああ、解いたな、っていう。あ、でも、やっぱり、 あのののちちびっ食ががが短いいいぬるいの方がいっちゃうのかねでも面白いと思うけどね今日は早めにコーナーに入ろうと思ったらもうこんな時間になっちゃったしかも中途半端であと一時代の CM をもう一本残してるっていうことはそんなに長くコーナー一個やるほどもないんですよね。 三等化の話し,しながらさ、なんかこう、僕こういう瞬間がすごい好きなんだけど、一応鉛筆とか持ちながら、形だけね、鉛筆とかも、何を面もするわけでもなく鉛筆とか持ちながら喋ってて、で、その前にそうやって高性の渡辺くんがムカつく反応したら目をついてやろうと思うってるんですけど、もしくはくるぶしを貫いてやろうと思ってるんですけど、このさっと机の下に隠れてると思って、何してんだろうと思ったらくるぶしをガーンス、ギリリ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 リ 何が面白いんだよ。<laughs> 狙って、ま、鉛筆持ってんですけど。それがさ、そ,そ,その、その、昔長電話してる時長電話してる時にさ、メモ帳にこうやってなんかこう、ちょっとずつ書いてるうちにさ、俺作なんだけど、俺作じゃないイラストが出来上がるじゃん。ね。で、さっきの3等化の話してる時に、どうやらそれを書いてたらしくて、全然覚えがないイラストがここに書かれてて。で、それが野球選手の下半身なのね。で、なんで書かれてるのかがわからないじゃん、これ全然。これさ、 種田だ,だね <laughs>。ガニ股の、ガニ股の下半身をどうも書いてたんだね。なんかそれちょっと面白かったですね。ええ。あと最近ちょっといい話が。なんか前に、俺もこれも、その、イラストどころか、メインで喋ってることも何喋ってるか分かんないわけ。そんな忘れちゃうわけ。あと後々に、こうちゃんと、こうおはがきで、おはがきでのみ、普通のお便りとかを、をいただいてますけど、そこに、 大樽美さんの話良かったですって書かれて、誰だそれって思う。知らねえよそんな女って思うんだけど、しばらくしてから、<laughs> <laughs> なんか、大樽、大峠にいた女ねって思うわけ。それもう忘れちゃう。すぐ忘れちゃう。だってもうその時はトランス状態で喋ってるから、全然、あの、だんだん思い出しますよ。その後自分の中できちんとおさらいしてみたら、 お、大たるみって、大たるみじゃなくて、本当はあれですよ、薄い幸子でしょで、幸薄いっていうのが嫌で、自分の源氏な大たるみにして、キャバレーで働いてた女でしょね、で、その、あの、いねえんだけどね。で、そのお、そのさ、そういうやつの一環なんだけど、この番組の、一番最初代のディレクタープロデューサーの長田守さんっていうおじさんがいて、その長田守さんっていうおじさんの話をこう、たまにしてた。ほいで、 その長田守さんの奥様っていうのが大変面倒見のいい方で、で、うちの神さんはこの長田守さんの奥さんととても仲良くしてるから、俺は長田さんの仲良い,いから、いわゆる家族ぐるみっちゃ家族ぐるみで付き合ったりするわけ。で、たまたま、その長田守さんのその家に新しい犬を飼ったよみたいな話があったんで、その新しい犬を見に行った時に、その奥さんから聞いて、長田守さんはいなくて。奥さんから聞いた話なんだよねで。なんかその奥さんの知り合いの人が、 この番組をすごい聞いてる人だと。ものすごい聞いてる人なんだって。で、それは聞いてたんだけど、で、長田守さんがどうも TBS の人だっていうのはその人も知ってるっていう状況だったんだけど、その長田さんとたまーにこの番組で俺が話す長田さんは別にあんまくっつかない状況だったんだけど、たまたまこの間俺これ言ったかどうかわしやったけど、長田守さんちの犬が死んじゃったっていう話俺した。それであんま下覚えがないんだけど、 なんか、まあ、その、長田守さんの家って言ったかどうか別として、知り合いの家の犬が死んじゃったみたいな話をし、し,したしたらしいんだ。したら、ちょうどそれがくっついて、あ、その、要するに長田さんの飼ってる犬だ奥さんの飼ってる犬でもあるわけが、亡くなったばっかりの時につい、つい犬が亡くなっちゃったって話をして、あ、あの長田さん TBS、TBS 伊集院光あ、ってことは、で、年齢的にも考えたら、あ、その、長田守さんは、 ずっと自分の聞いてた伊集院光の深夜のバカ力の最初のディレクターの長田守さんなんだってことが何年も聞いてて、また何年も長田家に出入りしててバチッとハマったっていう話をされて。あ、そういうことあんだって思うと同時に俺も思い出したのは、俺高校の時に所長ジさんが書いてる日記の本を読むのがすごい好きだった。所長二さんが日記をいつもまとめてちょっとその本にしてて。それを読むのが好きだった。 それに、所さんの日記の中によく、長田のまもちゃん、長田のまもちゃんっていう、所さんが当時 TBS でやってたすすめ面白バホバホ隊っていう番組の、ディレクターの長田のまもちゃんっていう人がいい加減で面白いって話が出てきてて。だけど、その後自分が大人になって、ちゃんと TBS で仕事するようになって、その長田まもるさんと一緒に仕事するようになってからも、しばらく全然一致しなくて。 それでその長田さんが所さんと仲いいっていうことがたまたま自分のやってた昼の番組に所さんがゲスト来た時に分かって、はあこの人があの本に出てくる長田のマモちゃんなんだっていうこう経験が、を急に思い出して、なんかそういうのが、二層三層にこう思って、お、お、おもしろ、すげえ面白かったんだね。まあ相変わらずその長田、マモさんよく分かんない人で、犬が亡くなって、 犬が一匹になっちゃって買えそうだなと思って。で、したら、なんかその犬によく似てる犬が、ペットショップで売れ残ってるのを見っけて買ったらしいんだよね。もう、もう、あの、残された犬も買えそうだしっていうノリの人だから買って。これなんかうちにメールが来て、新しい犬買ったけど、あの、見たいだろうけど、見たいでしょ。絶対来ないでって書いたのね。 普通行くだろうそれを、がお笑いの上来たら。本当に来ないで欲しいらしくて <laughs>。なんか犬って最初にしつけの期間に甘やかす人が来るのが一番良くないっていう、なんか持論らしくて。それ本気らしくて、本当に断られるみたいな <laughs>。ねえ、まあよくわかんないおじさんですけど。あ、そんなことあんだなっていう。月曜じゃんじゃん、 知らねえルールっていっぱいあんなと思ってさ。あの、たまたま、えー、ビッグコミックスピリッツ見てまして、ラストイニングって野球漫画見てたら、あれこのルール違わねえみたいな。あのー、俺は野球が大好きだから、野球漫画のそういうのは気づきやすい。まあ、でももっといや、俺がちびっこの頃は、水島信二さんはかなり間違ったルール解釈してんだけど、まあその頃は知らなかったり、まあ、あ,あとは水島さんの漫画で逆に知ったりとか。 あと、水島さんの漫画で、ちょっと間違ってるっていうことが話題になって、まあ、結局正解を知ったりとか、まあ、するわけで。今週のラストイニングで多分これは伏線じゃなくて単純に間違えたんだろうなと思う、こう、野球のルール的に、えっていうシーンがちょっとあったりとかして。で、まあ、野球は好きだからそんなに気づくじゃん。俺、サッカーで初めて知ったルールなんだけど、レンタル遺跡と。っ たまたまね、なんだかんだでスポーツのニュースをいっぱい見てて。そしたら、あのー、横浜 FC の大久保選手が、えー、っと、栃木 SC。栃木 SC にレンタル移籍になった。で、それに関するお知らせみたいのが、その、栃木 SC 栃木。栃木 SC。栃木 SC の、そのホームページに,に載ってるんだけど、偉いなとか、こううちゃんとわかんない人のために載っけてくれるんだと思ったのが、 レンタル遺跡の間は、その、横浜 FC 対、栃木 SC の直接対決の試合には、出られないっていうルール、あれ多分間違いないと、あそこに書いてあった文面では、のをご了承くださいっていうのが書いてあって、なんかちょっと、感心しちゃって、やっぱりほら、トトとかあるから、少し偉いなと思うのはそこで、トトが導入されるときに、やっぱり何が怖いっつっても、 その、スポーツが賭けごとの対象になることに関して、いつでもあらぬ疑いを持たれかねないっていう、それがゼロだったものが0.1でも起こるのは、僕があんまいいことではないと思うの、ね。で、まあ皆さんよろしければいいし、あの、僕自体別にととをそれだから買わないとも思わないし、サッカーを見ないとも思わないけど。でもなんかそこをちゃんとしてんのは偉いなと思って。だから要するに君は、 この球団の選手だけど今貸してるっていう状況の中で、その勝敗に関連するところに出ちゃうのはダメだろうっていう、ルールある。知ってた知ってた知らないよね。俺も見て初めて、俺多分自分で試合観戦してるときに、急に出なかったら怪我なの何なのって思うけど、あ、あるんだ、みたいなのを知って、あ、なんか、偉いっていうかちゃんと、そういうものが脈々と、それ海外から、ね、その、とと自体も海外で起こってるものだから、 海外から脈々と続いてるものなのか、そのちゃんとその、あの、頭のいい人が色々シミュレーションした結果その方がいいと思ったのか知んないけど、あ、そういうのあるんだ。なんか偉いルールだなって思いました。とさ。バカし 三菱電機のバカ力「アサヒスーパードラあのー、お正月かな2013年印象に残ったトークを皆さんからどれですかみたいな話をメールでもらったんですけど発表しないままズルズルと来ていましたねまあどれぐらいか3位ぐらいかいます3位が沖縄キャンプの話えー、2月の頭に 2013年の2月の頭にやった話ですけど、も今年も行きますよ。2月の半ばぐらいにもう行く予定ですね。そルイスくんとかの話したね。あ、そこの時に、俺の行きつけのヤギそばの沖縄の、そのヤギそば屋さんの、おじさんの家になぜか行くことになって行ってで、ベロンベロンに泥酔して、で、おじさんが豚の頭くれて、今でも覚えてるわ、豚の頭くれて、で、朝やっべえ、遅れると思って、すげえ二日酔いで、 カバンに詰め込んでいったら、荷物検査の時に、うっすら豚の頭が浮かぶっていう、豚の頭も顔面の皮だけだから、顔面の皮だけ取ったやつで豚の鼻だから、その、要は X 線検査みたいなやつだと薄く映るんだよね。それ薄く映る気持ち悪さに、沖縄の空港の人もなかなかないことなんだろうね。豚の鼻が入ってるっていう。それも申告せずに。中何ですか自転車で映ってるのに豚の鼻がうっすら映ってるっていう。 それが、その、ビビったのを覚えてます。で、その後、ヤギを、その、締めに行く約束したんだけど、怖くて行きませんでした。ね、ダイエットが始まったのと、怖かったので行かなかったですね。2月半ばぐらいに行った時に、ちょ、今だ、ダイエット中だから、夜か夜ないか迷ってますけどね。ノリでまたあの宴会みたいな感じになっちゃうと、それ食わざるを得ない感じになりますね。まあ、うめえからね。ねえ。で、マシコ焼きの茶碗を買いに自転車で出かけた話。まあ、これも。 結局その時買った茶碗自体はもうあんまりその米を食わなくなってるんで。たまに米食う時は使ってる。でもね、人間すげえなと思うのは、昔に比べたら丼飯何枚も食ってたんだから、そのちっちゃい、ま、マシコ焼きのメオ茶碗の、その、メオト、メだから目の方が女の人ちっちゃい方でつって食ってるんだら相当減らせられたんだけど、結局人間その消費カロリーも抑えるようなんだろうね。あんまこう変わった感はないね。 うん。あと、なんか炭水化物抜きみたいのは流行ってるけど、なんかさ、炭水化物抜きの時にいつも思うんだよ。炭水化物自体を食べるのは人間の、その、に絶対必要なもんじゃなくて、身についた風習だから断ち切れるみたいなことをよく言うんだよね。なんか、あんなものは食わない、食わなくていいんだみたいな理論の人言うけど、そう言い出したら何にもしなくてよくね。なんかそれ言い出しちゃうと、い、なんかわかんないけど、ベースがよくわかんなくなっちゃうっていう。なんかその、 痩せるが別に市場命令でもないじゃんっていう。野球うまくなりてえなとか、なんかその、な,なるべく早く死にたくねえなみたいなこととかわかるんだけど、それは人間の本能的には炭水化物いらない説みたいなあるじゃん、なんか。頭部いらない説みたいな。で、でもう、うまいって感じるようになっちゃってるだけで、本当はみたいになってくると、感じることが本当じゃねえのみたいなことになってくるんで、 まあそんな変な。で、まあ相変わらず、そういう自転車に乗るのに変な感じっていうのはずっと続けていこうとは思ってますね。で、まあ、自転車でどっか行ったみたいのいっぱい入れてもらいましたね。で、1位が、俺の中で意外だったのは、中学校時代のクラス会に行った話っていう。で、言われて思い出すわけそんなのあったな。これも2月の終わりぐらいの話だから、あ,あそういやクラス会行ったなっ、つって。で、そのクラス会の行かなきゃ行かないで虚しいけど行ったら行ったで虚しい瞬間もあるな、みたいなこととか、あと、その、俺の、 友達の当時から空気読めなかったやつが、なぜか全然知らない、この、まあ、番組聞いてたら悪くすか知んないけど、移住員に合わせてやるよってついてきたクラス会と何にも関係ねえやつがいた話と、あとまあ当時クラスで割と浮いてたいじめられっ子の子と、俺の友達の大野くんっていう子の話みたいにして。で、これ1位だったななんて思い出してたんだけど、思い出しててふと何か気にこう引っかかることがあって、 なんだろなんだろうって思ったら、今日も、あ、これ今日発表しようと思って読み直してて、その集計表を、あ、1位はクラス会の話だったな。なんだろうこの引っかかってる感じってずっと思ってた。ずっと。ね。俺、おととい高校のクラス会だったわ。<laughs> 言ってねえけど。<laughs> <laughs> 俺、この時に中学高校と一緒だった女の子から、 えー、高校のクラス会もやるって計画があるのよ、みたい、話されて。これさ、中学のクラス会の話、ここの資料には2月25日ってなったけど、こんな古いかこんな古いあ、そう。で、その後、その女の子から高校のクラス会の日取りの話が来て、去年の暮れぐらいに、えー、1月の18日の土曜日になった、みたいのが来て、たなっ、つって。<laughs> <laughs> 結局、行きませんでしたとさと。